あ、スピン配信じゃないです。スピン、全然スピンじゃないよ、みんな。ラメラメだよ。あ、唇だけスピンやけど。こんばんは。なんかピントが合わない気してきて、ちょっと拭いていい？なことない？なんかピント合わなくない？いっか。あ、全然すっぴんじゃないです。普通にもうバーチバチメイクしてます。え、すっぴんに見える？そんなに。やばい、電気消えちゃった。やっぱリップしないとめっちゃすっぴんっぽく見えるのか。うん、あずめ一心くまありがとう。でもスピン配信はあんまりやりたくないんだよな、私。よしもん、クマありがとう。かわいい。なんだろう、このクマ。キノコ。こんばんは。そう、縛るの珍しくない？でも私なんか、あ、動かないと、定期的に動かないと消える系だった。あ、なんかこの前の公演で、あのポニーテールできる長さっていうのが分かったので、ちょっと毛出しとこう。若干余白が気になるから。そんなことない？昨日の M サイン公演、帰り昨日 M のサイン公演でした。そう、声響いてるよね。今日はあの廊下配信だから、廊下だから定期的に動かないと、あの消えます、光が。めっちゃおもろくない？廊下配信。全然風呂場じゃないですよ、廊下です。なんか白壁、うん、あ、部屋を追い出されたわけではないです、別に。普通に気分転換。どういうこと？廊下を似合う可愛い子。廊下寒くないよ。てか明日なんかめっちゃ寒いって聞いたんだけど、ガチ？はい。あ、もうまっすぐ。全然お風呂じゃないですよ。だからもう普通に服だし。廊下です。響く系廊下でした。明日そんな雨なの？大変。お風呂ノットキャンセル会です。この後もうお風呂に入るので、リップはもう塗らないです。私お風呂キャンセル界隈なんてしないから。みんな、はい。え、どういうこと？明日は暑い。え、嘘、どっちがいる？めっちゃ2パターンいる。あ、来週めっちゃ寒くなるらしいか。なるほどね。明日は暑い。暑いの？へえ。アーメンピーク明日。はい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 。あ、暗。
明日は雨。明日は雨。ほのぴーと、結構キャンセル会は多いですよ。だから私はもう毎回入りなさいっていう、お風呂入る界隈です。朝と晩で入ってるんで、いつも、まあ、何にもない日は夜だけだけど、出かけるときは朝と晩で入る。ここに来れば天気予報分かって便利。いいね、じゃあ毎日来てください。明日は雨でジメジメ。ちょっと一番嫌なやつじゃん。そう、お風呂推進界隈。そう、風呂キャン話した名前を出さないであげてください。でもなんかコメント来てたし、多分この界隈の常識基本。そう、今センサーと対戦してるから。朝は、そう、朝はセットのため、夜はリセットのため。お、なんか陰踏んでる。朝はセット、夜はリセット。陰踏むのね、キウキめっちゃ陰踏むの好き。同期の今ちゃん、かわいい会話ありがとう。今ちゃん大好き界隈、おいで。水没、水没とは、ハッシュタグ水没とは。ハッシュタグ作りたかったけど作れない。ハッシュタグ風呂は長めですか。朝入るときは、あ、朝入るときはだいたい15分くらいで、夜は、うん、長いときは1時間半とか。朝はシャワーだけで、夜はお風呂に浸かります。ほぼエミネム。いいね、ラップの才能あり。ゆま沼会はいいね、それいい、いいから母音をしとく。そう、ラッパー魂だから。あ、そう、推進、そう、あ、推進はもちろん分かってるんだけど、あ、違う、水没じゃなくて推進ってね。なるほど、ごめん、理解した。す、ちょっと待って、え、推進、水没じゃない、え、水没だよ、え、どういうこと、え、どういうこと、推進って呼ぶの、水没じゃなくて、え、どういうこと、水没じゃないの。え、ちょっと待って、みんなにちょっとテロップで聞いていい？私はこれを水没だと思ってたんだけど、え、どういうこと？え、これ水没じゃない？え、水深？どういうこと？水深、沈むと読む。え、これで水深って読むの？水没やんな。あ、なんや、おーい。おーい。死ぬ、簡単に母音を押したらあかんねんで。え、怖い怖い怖い、え、どういうこと。水没でした、残念、推進ではなかったです、私の勝利。じゃあ削除します。え、だよねだよね、よかった。ナミテンクもありがとう。ユマ、星読めるの、星。はい、西馬の勝利。今日はちょっとラメを多めにしてみた。水晶読めます。え、合ってるよな、水、はい、水晶、はい。イマジネーション、星になっちった韓国語ハングル。ハングル読めない、ハングル全く読めない。うわうわ、水餃子、え、水餃子じゃない、水餃子でしょ絶対。餃子、はい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 、暗い暗い暗い、ほんで暗い。はい、水餃子、よかった。水筒、漢字読める界隈です。ラッパーで感じ強い系。え、いいね。
テロップ打つの早い界隈、え、ほんま？私でもタップ界隈です。そう、私タプタプ界隈なの。ちょっと一生動いてる。タプタプ界隈。私あのスライドができないんですよ、あれ。だからいつもタプタプでやってます。そう、フリックはね、だからミソラとかフリックなんだけど、同期の田中ミソラちゃんとかフリックなんだけど、めっちゃ打つの早いから見ててわーってなって、私がもうポチポチってやってるとめっちゃ遅い。上のテロップを漢字の確認で使う人見るの初めてだ。え、絶対そんな人いなかったよね。やばい、私新アイドルかも、新生アイドルかも。よろしくみんな。そう、今のとこ廊下に負けてるよ。え、どういうこと、どういうこと。あ、電気ね。やばいやばいやばい、勝ちたい勝ちたい。一回だって暗くなったもんね。ユマかユマかユマかユマ、どれが目に入る、ライブ中。うわぁ、はい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 、はい、勝ち。でもうわぁ、どっちだろう。でも英語はちょっと弱者だからちょっとわかんないかも。え、漢字かひらがなどっちかかな。でもひらがな、ひらがなでも可愛いんだけど、うわ、でもひらがなでも目に入るし、漢字でも目に入るけど、パッて分かりやすいのは漢字かも。なんかひらがなはさ、ゆかとかさ、いろいろゆから始まる人がいるから、そのパッて見た時にすぐに私って判断しづらいかも。ってなったら漢字なのかな、やっぱり。って思います。ゆだけは、あ、もうそれわからないね。そう、ゆまを英語と認識してるし、英語でしょ、だってそれローマ字だもん。英語で、日本語じゃないもん。え、ゆま、え、でも英語だと、え、でも英語で作ってきてる人ってあんまいないかも、うちは。まずってなったら結構目立つのかな。はいはいはい、カツカツ。あ、負けた、今のちょっと若干負けたわ。はーい、うちわがペンライトカラーに装飾されてると分かりやすいとかありますか？あ、それはめっちゃ分かりやすいかも。めっちゃ分かりやすい。あとは、そのうちわだけだと結構、その明かりが当たらないと うちわって意外と見えづらかったりするから、ペンライトと一緒に持ってくれてると、あのそのペンライトで、あー負けた今のは、うわー悔しい。そのペンライトで、あのうちわが照らされて結構見えやすいっていうのはよくあります。ひらがなだ、漢字に来るかな。ひらがなでも見やすい。グー、はい、ボイン。ユマ好きだよ、ありがとう。何下がってんのか。あの廊下の電気のそのなんか感知みたいなのと戦ってます。漢字なら言うだけで認識できそう。確かに言うだけでも全然認識できると思う。左手の甲に何か書いてる。え、バレた。さっきさ、ちょっとあの試し書きして、なんかペンシル買いたくて、そのペンシルを試し書きした時に残ったやつ。ちなみに私は真ん中の色を買いました。ケイトです。ケイトってやっぱいいな。ちゃんと周りの邪魔になりそうなうちわとペンライト持ち。え、ちゃうねんちゃうねん。そう、うちわとペンライトこう持つんじゃなくて、こうなんかまとめてこう一緒に持ってくれてると、なんかうちわがそのペンライトの光で照らされんねん。だからめっちゃ見やすい。こうちゃうよ、こうこうやって、なんか伝わる伝わるこうやって一緒にこうやって持ってくれてると、なんかペンライトとうちわ。え、でも大体の人がそうじゃない？これ周りの邪魔になるのかな。でも確かに劇場狭いしね、結構その横との間隔が。だこうやって持ってたら確かに迷惑だけど、こうだと一番見やすいね、そのうちわがペンライトで照らされて。え、迷惑になっちゃうのかな、この持ち方って。私これでやってた、いつも。え、迷惑なのかな。レイコさんの時にレイコさんの
うちわとペンライトでこうやってやってた。え、ダメだったかな。え、でも大体これじゃない、みんな見ててこれの人多いなって思う。あ、そうそう、センサーライト。いいねの代わりにボインいけるスタイル。そう、こうやっていやいいボインってはい、ふう、蛍光みたいなうちわだと見やすい。あー、でも確かに蛍光、あ、でもあの光ってるうちわ、なんか普通物理的にガチで光ってるうちわはめっちゃ見やすい。どこから見ても物理的に光ってるうちはマジで見える。あとはなんか背景、あ、やばい負けた。うわ、背景が、そう、うちわの背景が黒だと結構見づらいかも。黄色とかだとめっちゃ見やすい。え、そう、片手でそう全部持ってみたいな。はくはく、くまありがとう。片手にうちは片手にペンライト派です。え、どういうこと、それって、ん、え、どういうこと、不思議やな。片手にうちは片手にペンライト派ですっていうコメントしてる人が一個前にちゃんと邪魔になりそうなうちわとペンライト持ちって、え、邪魔になる、どういうこと、やばい、私が理解できてないだけか。ペンライトで文字見えなくない？え、なんかそのがっつりかぶせるんじゃなくて、あ、こう、こう持つ感じなんかあのこうやって文字やって、こうちわとペンライトこうやってこうやってこうやってる感じ。不思議な人でしたね。私が理解できてないだけか。あ、そうですね、今日から11月1日ということで、いいね、はい、すごい、敵は1分おきくらいにやってくるって計算してる人おる。うちわじゃなくてボードは、あ、でもボードは文字が大きければ見やすい。多分私があの目悪いだけだけどそう、どういうこと、モバ銃がうちわの後ろについてる人だとどういうこと、もう、うちわの後ろにモバ銃がついてるってこと、あ、光るうちわでってこと、あー、なるほどね、すごいな。要は片星は持ってないってことですね。は、周りの邪魔になりそうだから、片星、片星、やばい、なんか定期的にみんなのコメントが欲しいなのめっちゃ気になる。やばい、あ、あ、あ、負けた、大負けした今はい、あ、そう、ペンラ V の字、あ、ペンラ V の字もありだよ、確かに、うちわの周りに頭よ、はい、あ、目が大きい、やった、はい、あ、廊下です。今日はちょっと気持ちを変えてみました、イエーイ。片手は持ってないってことですわ、周りの邪魔。そう、私もそう、そういうことで、だから一緒、え、ちょっと待って、でもさっきのコメントちゃうかったな、ちょっとまあいっか、
そう負けてる今。結構さっきめっちゃ完敗してた、ほんと悔しい。おてて、おてて、明日限界配信とかわあ、これ手あげたらいいかも、賢っ。じゃあもう終わろっかな、そろそろ15分経ったので壇上を読んで終わりにしよっかな。明日はめっちゃ遅いかも、23時半とかからかも。そのうち押し入れ配信、ドラえもんやん、もうほぼ。っていうことで明日は23時半とか、まあちょっと本当に告知できない今日みたいな緊急配信にはなると思うんですけど、お願いします。毎日配信頑張ります。グッ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 。じゃあ読みます。あ、手あげてもダメだった。あ、こうするか、よし。じゃあ壇上読みます。13位みほ、12位ケイタ、11位イニシャル D ちゃん、10位スーくん、9位セレビーさん、8位電気ビリビリさん、7位さつきさん、6位一つ二つみつさん、5位ゆうくん、4位あずま一心、3位みんなの白米ハクハク、あ、ダメだ2位よしもん、1位なみてん。皆さんありがとうございました。明日は23時半くらいから始めて生きてます。でバレた、カジパ今ホノピーのトップにおるかも。キャー、あ、来た来た来た、コツをつかんだ。こうね、バンドみたいな感じでこうやってやるべきだわ、イエーイということでありがとうございました。456とナンバラエティ公演に出演します。みんな遊びに来てね、たくさん会いに来てください。そしてですね、今日 あの15時までもう遅いか、握手会とかのイベントの受付があったんですけど、皆さん応募できましたか？たくさん会いに来てください。追加もありがとうございます。じゃあそのホノピーの企画を考える回に移行します。じゃあバイバイ